はい、皆さんこんにちは。この日は我が家に電子ピアノが届いた日です。マサヨがピアノ教室に通ってるので、以前は小さい電子ピアノで練習してたんですから、が鍵盤が足りないということで、清水の舞台から飛び降りる気持ちで電子ピアノを買わせていただきました。で、ホタルが興味を持って近づいてきた時の様子です。もっとねピアノの音に反応するかなと思ったんですけど、ピアノの音そのものにはそんなにリアクションはないんですけども、ピアノのこのものにちょっと興味を持って近づいてきてます。よくね、あの動画とか YouTube とかで音に合わせて歌う犬とかいるじゃないですかね。ああいうのをできるとホタルも面白いんですけどね、なんかあんまり音には反応しません。なんだこれって感じで見てます。我が家、家が狭いので本当にもうこんな大きいピアノとぎゅうぎゅうなんですけど、まあ生活にねピアノの音が入り込むことで少し、彩りを増すというか、まあそんな感じですわ。でですね、おとついホタルを、あの実はうちの裏に昔からある古いあの動物病院があるんですけど、本当に歩いて1分で行けるようなところなんですけど、ちょっと爪が伸びてるかなと思って爪切りに、行ったんですけど、でその時にあの、トリマーさんかがですね、まあ、ホタル足をねこうよく舐めるんですよ。まあ、もちろん前の皮膚の病気の時にお腹にもあの発疹が出たりとかねしてたんですけど、足の間が真っ赤になっちゃって、でね、僕たちはずっと散歩に行った時とか、まあこうなんかゴミとかね、何か木のトゲなんかが刺さって、でそれでちょっと傷がついて舐めてるのかなと、まあ、もしくは何かしらのストレスとか、まあ遊びでも足を舐めるっていう風にあのネットでは書いてたりしてたんで、まあそうなのかなと思ってたんですけど、トリマーさんがですね、これ多分あのかぶれてますよっていう風に、言われてですね、散歩に行った時に行くたびに足洗ってませんかって言われたんですよね。でもね、僕たちね本当にあの、まあ、ほぼ毎回散歩に行った後は洗面所に水を張ってですね、そこにホタルを足だけジャボンとつけて、まあ、ホタルも水を飲むので暑いんでそのまま洗面所の水を飲んでるんですけど、そのと同時に足をこう洗ってやるんですよ毎回。でそれこそ足と足の指と指の間に入ったゴミをちゃんと取ってやろうと思って洗って、で、まあ、もちろんタオルドライでこう拭くんですけど、まあ、お風呂に入れた後はね一生懸命こうドライヤーで毛を乾かすんですけど、あのもうご想像の通り足は別にドライヤーでね細かく乾かすわけじゃないので、タオルで拭いて、まあ、あとは勝手に乾くだろうという感じでしてたのが1年以上、それが良くないと。足はそんなに洗わなくていいですよと、まあ、あの拭く程度でね、まあ、拭く時もあるんですけど、ちょっと長めの散歩に行った時なんかは結構あのね葉っぱの中とかザーッと土の中を上を歩くので、ホタル汚れるので良かれと思ってやってたことが、全部あだになってホタルの皮膚かぶれを起こしていたっていう、ね、あのということが先日判明しまして、まあ、僕たち夫婦もちょっとあの驚きを隠せなかったというか、まあ、確かにそう言われたらそうだなとは。もうあんなね指と指の間なんかこうピタッと密着してるので乾かないですね、普通にタオルで拭いたぐらいじゃ。でそこがずっと蒸れてかぶれてホタルが舐めてたっていうことが分かった、悲しい現実です。吠えてますホタル、おもちゃが取れなくて怒ってます。まあ、あの薬も塗って徐々に良くはなってるんですけど、まあ、足はこれで解決ですけど、まあ、お腹の皮膚の病気は今度病院に行って、またその時はどなたかまた動画でご報告したいと思います。でこのねおもちゃ箱の中、自分のおもちゃ何が欲しいのかちょっと分かんなかったんですけど、あ、これだ。そう、この紫のじゃ
ないんですよ最近のお気に入りは。これもこれでもない、今はこのブルーの骨がいいみたいです。そうだ、ピアノが出たのは一瞬でしたね、最初のところだけ。はい、今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。